ムムムリーサワー。はい、ということで、なんで僕がね、あのパチスロー雑誌に出てるんだっていう話なんですけど、普段ずっとねパチンコしか売ってないんですけど、はい、今日はなんかそのもう本当にパチスローとかもスマスローとか全然売ったことない僕が、洗い台を売ってですね、はい、で沢さんにもうすぐ教えてもらおうっていうなんか企画っていうことで聞いたんですけど、はい、そうですね、自己紹介から言うと僕パチンコ一生ガイドの本当パチンコしか売ってない人なんですけど、はいはい、大丈夫かなっていう、はい、もうこのなんだろう、僕の MC がいっぱいいっぱいぐらいもうそろって打つ前にもうつまずいちゃってる感じなんですけど、ちょっと沢さん助けてください僕もう無理です、もう本当にもう無理ですか、もう終わりました、はい、僕も沢さんに教えてもらいたいです、はい、この MC みたいな、はい、もういやいやいや、はい、洗い台ですもんね今日ね、まあ、そうなんですってことなんで、まあ、いつも私ほぼ洗い台しか打ってないので、はい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 、その辺は任せていただきたいなと思うんですけど、ちょっとありがたいですね、本当に、まあ、大体いつも私が打ってるような、はいはいはい、何を超荒波、はいはいはい、超荒波、最近は、カラクリとかバルブレイブとかバズニガタとかその辺ですね、まあもう本当に主にスマスロ ー、ね、聞いたことありますよ、はい、カラクリと全然打ったことないですか、ないです僕、スマスローも初めて、初めて、もちろん初めてです、あのスロットは本当何十年前かに大花火っていうのを打って、はい、もう挫折して今に至る感じですね結構前の話ですね、そうなんです、そうなんです、あ、そうなんですね、本当にちょっと今日教えていただきたいなと、だから僕なんですか、そのカラクリとか、はい、ムムグって言うんでしたっけ、なんかグーグーグっていうやつをちょっとどっちか打とうかなっていう感じでちょっと思ってますけど、どっちがいいですかね、なんかどっちでも大丈夫です、あ、なるほど、どっちでも大丈夫ですけど、どっちも叩きどころがあるけど、まあ、上位とか行きやすいって話になっ、うん、あ、上位 NT ってやつなんですけど、あるんですね、はいはい、それに行きやすいので言ったらバルブレイブの方が行きやすいのかな、じゃあ僕グバルブレイブ打ちますね、あ、はい、いいんですかバルブレイブ打ちますわ、あの結構そんなあの甘い気持ちだとやばいですよ本当ですか、あの適当に選んだらやばい台なんで、そういうやつなんですか、ええなんか覚悟しないと、そんなレベルなんですね、そうなんですよ、僕2万円ぐらいしか持ってきてないんですけど、そういうのは今すぐ ATM 行ってくださいそんな過酷な戦いが今から始まるんですか、そうだと思います、わかりました、はいはい、じゃあちょっと頑張りますよ、はい、じゃあということで、あのちょっと沢さんにいろいろ教えていただきながらスマスローですか、はい、頑張っていきたいと思います頑張ります、やりましょうか、お願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ムムさんが、バルブレイブで、はい、私はカラクリサーカスを打ちます、はい、いいですか、大丈夫です、大丈夫です、はい、いいんですか、お金も入れましたよ、はい、大丈夫です、お金も入れました、はい、入れます、じゃあ大丈夫です、やりましょう、お願いいたします、はい、お願いします、はい、ああ、勝手に行くんですね、わかりましたそうなんですよ、じゃあちょっともうこれなんか通常時狙う何かみたいのってあるんですか、左レールに赤7を狙っていただいて、赤7を狙って、はい、もう中右はフリーで大丈夫です、あ、かしこまりました、はい、それでもうすべてフォローできますので、わかりました、はい、大丈夫です、あ、そうですね、その点ではめちゃくちゃ楽です、バルブレイブは、なるほど、そういう一生左だけ中狙ってれば大丈夫なんで、技術介入的みたいなやつはない、あ、全然ないです、大丈夫です、あ、じゃあとにかくこれでなんか演出が起こるまで僕は打ってれば大丈夫ということでよろしいでしょうかね、そうですね、はい、バルブレイブ、あの下にそうなんです、あのマスがあるじゃないですか、この人生ゲームのなんかマスみたいなやつあるんですけど、それが、まあ、ゲーム数でのチャンスゾーン当選、はい、でその赤とか青とかのところはちょっとチャンスみたいな、あ、確かにちょっと色変わってますね、はいはい、そうですね、じゃあ200ゲームまでとりあえず回すみたいな、はい、で、あのレア役とか引くと短縮していくんですよ、そのゲーム数を、なので一気に飛ぶみたいな感じで、そうです、そうです、はい、なのでいっぱいバルブレイブは短縮できる台なので、はい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 、バンバン飛ばしちゃってください、わかりました、はい、あー、でもやっぱ回りますね、すげえ回る、どういう
1000円あたりなんか30近く回るんじゃないかいやまあまあ、はい、そうですね。めちゃくちゃちょっとパチンコでいうところの優秀台みたいな感じですけど、まあ、確かにパチンコは30回らないですもんね。回らないですからね本当に。そうですよね、はい、その感覚だと、まあ、必ずパスローもありますもん、ね、そうパスロー抽選できるんでちょっとありがたい、もう1000円終わった早っ早いあこれは早いっすね。いや早いですよ。やっべえなこれ。本当に覚悟してください。いやこれはちょっといやマジか。いやでもその分出るときめっちゃ出るんで。そういうことですね、はい、発展って言われましたね。なんだこの人もうちょっと行きますわあ何かレア役を多分引いてたんじゃないですかね。ジャックリーチみたいな。ジャックリーチあー多分ジャックリーチ。こういうなんか演出とかそうだ、見せないといけないんですよねパチスローの。多分全然それ飛ばしちゃっていいんです。あ、いいんですか。いいんですか。当たりじゃないんで全然大丈夫。飛ばしちゃっていい、分かりました、いいと思います。そういうの全然分かんなかったからパチンコは何打たれてるんですか普段。もうリゼロしか打ってないですね今、ずっとリゼロですね。もう何でしたっけ。 ポキュン。そうポキュン先バレパ先バレです。先バレ。そうもうそれしか打ってない感じですね。私逆にパチンコを全く打たないので。あ、いや本当に今のパチンコ全く知らないんですよ。確かに沢さんがパチンコ打ってるのは僕見たことないかもしれないですねなんかあの何でしたっけ、はい、なんか小当たりラッシュとか。はい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 。なんかあのぐらいの時代からめっちゃ昔っすね。まあまあ昔の話ですね。あのぐらいからもう全くさっぱり分かんなくなっちゃいました。あ、じゃあ本当に 5年前とかなんかそういう。あ、ですかね。はい、ちょっとぜひ次は逆に俺がちょっと沢さんにいや本当に教えてほしいです。教えられるかあれですけどちょっと、はい、だってなんか今更聞けないですもんパチンコのこと。確かにちょっとあれですよね今更確かにそういうのありますよね。いやそうなんですよ。えバルブレードは、はい、チャンスゾーンを基本的には経由して、はいはいはい、ボーナスに行くんですけ ど、そのボーナスをクリアすると、はい、AT に突入して、はい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 、その AT 中に、はいはい、まあ、頑張りどころが3回あって多すぎませんかちょっとその3回クリアすると、はい、上位 AT という、はい、まあ、結構段階踏む感じなんですけど。継続率って上位になるとどのぐらいになるんですか。一応 90% と言われております。それは高いっすね、はい、そうなんですよ。うわ90はパチンコでもなかなかない。そうなんですよ。そこまで行っていただけたらもうめっちゃ楽しくなると思います。楽しい感じなんですね、はい、朝早めに行ってくれたらいいんですけどね。あ、一応マックス999なので。はいはいはい。あ、天井がってことですか。そうですね、あのゲーム数の、あ、ゲーム数じゃない、チャンスゾーンの天井はそうですね、はいはいはい、下の液晶の表示で999がマックスに、はいはいはい、液晶の、はい、はい、なっております。なんだ。お、うのさん、ワンちゃん発展。お、行ったんじゃないですか。なんか行ったんです。なんかどうだろう。あ、これだ。人間やめますかでやめられれば。あ、やめた。お、人間やめました、ね、はい、はい、それがチャンスゾーンでございます。チャンスゾーン、ここで何かを引けばいい、はい、そうですね。一応そのキャラクターによって対応役みたいなのが変わってくるんですけど、ムムさん今むあのさっきさっきなので、スイカ引ければもう当たりですね。緑色だからっていう。そうですね。あと強烈役も当たりです。ああ、わかりました。あと途中で V を狙うみたいな、あ、これですね。これ右から V を狙っていただいて。うわ、出たこれか。はい。パチスロわかんねえ。ちょっと待ってな、これか。まあ別に左から狙ってもいいんですけど。ああ、そういうもんなんですね。大丈夫、大丈夫なんですけど。ああ、全然ダメ。すごい、ちょっと初心者にはめくるめくことを要求してきますね、なんか。そうですね、なんか私はなんかもう慣れちゃったから、ね、なんか何とも思わないですけど、はいはいはい、確かにそうですね、AT 中とか毎回それあの狙わされるんで。あ、なるほど、そういうことなんですねそうなんですよ。いや、マジか。そういえば、はい、
ごい。ストップです、はい、一応これで、はい、あ設定の示唆がここに出るので出るんですね、はい、やば俺すごい今気づいちゃったんですけど、はい、あのデータを渡していただいたんですけど、はい、何にも書いてなかったですよ151ゲームありがとうございます。151ゲームチャンスゾーン CZ かよしよしで、6000円だ、はい、5000円でしたね、はい、ちょっと僕持っちゃいました5000円です、はい一応ボーナス感1500も天井があるので、はいはいはい、はい、まあそこまでは行って欲しくないですけど、ね、うわ確かにそんなに1500円あんまり行かないですね。ああ1500は果てしないですね。なかなか果てしないです。久々のパチスロがバルブリブあ結構それって面白い感じのやつなんですけど結構やばいやつですよね。そうですね かわいそうですなんかかわいそうあそんなやつなんですねはいあのめっちゃ無茶ぶりするなって感じですね。あ本当にじゃ無茶ぶりのやつなんですか。結構無茶ぶりだと思いますよあのそうだったんですねはい、なかなかハードルが高いと言いますか最初に手出す台じゃないとは思うんですけど結構ちょっと上級者向けなの言っちゃってんぞみたいな。そうですねなるほど。僕も本当ちょっと数時間後にはジャグラーの方にちょっと移動してる可能性が全然全然いいと思います、はい、あの絶対に無理しない方がいい台ではあるとは思うので。わかりました。すごい。ちなみに澤さんってこのバルブレイブで何万枚とか出したとかみたいなのってあるんですか。なんか私一撃だと9000枚、はい、で、ね、まあ、あの合わせ万枚は一応あります、はい、うわーすごいっす。9000枚すごいっすね。いやでも、はい、90% を9000枚ですもんね。あそれがですね、はい、まあ、ちょっといろいろそのバルブレイブも途中に100ゲーム乗せだったり、はいはい、300乗せだったりとか、はいはいはい、でその1ゲームあたり その順増がめちゃくちゃ高い台なので。あなるほど。そうなんですよね。そういうのが絡んでさらに連チャンすれば全然可能な万枚も可能なんですよ。全然いけるぞみたいな、はい、でもやっぱ澤さんはやっぱプロだと思いますよ。なんか本当に普通になんか急にですよ。もう普通になんか一昨日話したみたいな感じで話してくれるんで、なんかもう全然あの本当ありがたいなっていう感じで言いますけど、まあ、一昨日話したもん。話したんでね。話してないんですけどね、はい、実際は話してないんですけど。そうなんです。そんなレベルでちょっとねあれなんで。いやちょっとお互いの取り扱い説明書が欲しいですね。そうそうそう、ちょっとねやっぱあれやっぱ なんかのねあの NG ワードみたいなとこが言っちゃうと、そうですね、急にそうですよ、ね、急にさっきまでケタケタ笑ってくれたサンタさんがサンタさんが急に黙るっていう可能性もあるかもしれませんけど。いやそうです、私もなんかちょっとちょっとやばいこと言わないようにみたいな。そう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 ですよね。ムムさん誰と仲いいんですか。あでもパチスロー打たれてる人とかだと、はい、やっぱりそのもうすごいベタなんですけど、はい、正重さんとかベタってなんですか。いやベタっていうかまあ重山はベタなんですか。そうそうそう、ベタかなとか、そう、たまちゃんとか、まあそういうレベルかなってそうそうそう、ジマーさんか。そうだそうだそうだ。え誰ですか。ジマーさん。あジマ、そうそうそう、だから澤さんの話よくするから、ジマーさんが。そういた共通の。そうそう、自慢さんは澤さんと井上さんの話しかしないから、そうそうその二人の話を。そういやいました、よかった。そう昨日のことのように話すんで、そうよかった、いたいた。そうそう、共通の友人がいました。そう共通のであよっしゃ3枚目はあ、いやあ結構やっぱこれは答えますねお互いに3枚目当たりなし当たりなし。私はなんでいつも朝から天井に行くんでしょうか。ムムさん
いやでもなんでだと思いますか。僕も一緒に連れてっていただける感じかもしれないですよ今回。僕もまあまあ近づいてきました、はい、まあまあ頑張ってますよ僕も。半分ぐらいまで来てますね、はいはい、僕もちょっと澤さんに近づけるようにちょっと。いやダメですダメです。早くどうそれ気に。ここからクリア朝市天井行くな。お当たりそうですか。なんかなんか今なんかいい音が。そうなんか良さげな音が聞こえたんですけど。なんか良さげな音でしたよねなんか、はい、あれボタンとか押すこともなかった。はい雷蔵ベルです。ベル対応なのでベルをいっぱい引いてください。わかりました。これベルなんですね。黄色だから、はい、よし。で、そうだこれまた6、おお。なんか今までの違うやつ来てますよ。多分大丈夫です。多分揃います。よし本当ですか、はい、ようやく。あ、本当だ揃った。すげえ。おめでとうございます。すげえありがとうございます。なんか澤さんの先張りがちょっとありがたかった。いやじゃあありがたかったです。逆に逆に私本当出しゃばってんって。いや違う違う澤さん俺ありがたかったですよ。なんかあのそれ僕大好きなんですよ。いつもネタバレとかも見てしまう人なんで全然嬉しいです。ありがとうございます。これじゃあこのまま打っちゃって大丈夫なんですか。はい。あなんか勝手に行く。なんこれ。へえ。いわゆるレギュラーみたいな感じですね。あレギュラーボーナスですね、はいはい、みたいな感じです。あそれは試準のナビが関係ないやつ残り7回なんで。なるほど。でそれを取り切った後にその AT 行くか行かないかの始まるんですね、はい、何かがジャッジが、はい、あります。あれあ私も当たる。行きました当たります。さすが900ゲーム台だ。変なとこで。おーすごい。よしなんか始まった。はい。こっからです。こっからですね。こっからですね。うわーなんだろうこれ。なんと説明したらいいんでしょう。はい。なんかとにかくその革命っていう黄色のとこ行けばいいっていうことですよね。はい、あそれはあーあごめんなさい。はい。あそれ悪いやつ来ちゃった。いやそれタイミングが。良くなかったです。そうなんですよ良くなかったですね。それをタイミングよく引いたら一角だったんですけど、はい、あなるほど。右下がりのベル共通ベルなんですけど、いいやつだったんですね。あそうですね。この決戦ボーナスはすごい大事な役なんですよ、はいはい、でもこれを今引くとこじゃなかったって。そうなんですそうなんですよ。それを今引いちゃったっていう、はい、あでも大丈夫です。いきます頑張ってください。この後なんですけど、リールがどっから始動するかっていう、あでかかるわけですね、はい、そうです。ここでですね、今から、はい、左か右を、はい、左か右なら右を見て、はい、あってやつですね。 OKOKOK。 ただもう一回チャンスあります。もう一回チャンスありますね。はい、まだ左か中か。はい左か中か、はい、よっしゃいきます。あうわこれを4回繰り返したらラッシュです、はい、なるほどなるほど、はい、分かりました、はい、ちなみに今またムムさん共通ベル引きました。そうなんですね。だからなんかあれだったんですね。リアクションされてたんですね。 なるほど、はい、本当に引けないんですよタイミングよく。ここですここで引いてください。ここですね。ここで引いてください。ああでもいいですねいいですねいいですね。いいやつ。あと2回クリアできればあと2回ですね、はい、OK です分かりました。ラッシュに入ります。分かりました。おーすっごいドキドキしてきた。あと1回なんですね。あと1回です。マジで頑張ってください。わかりました。お願い。いや怖い。このレバーオンで決まるみたいな感じなんです。そうです。怖い。あーもうちょっとまだあと1回チャンスあるんで。まだ1回チャンスあるんですね。1回チャンスあります。 OK です。おー何これこれすごいことになってるんですか。はいクリアです。クリアしました、はい、よかったです。素晴らしい。よかった。
なんかすごいやついったってことですね。これじゃあちょっと止めといたのがいいですね。わかりました。おめでとうございます。ありがとうございます。よかった。もう澤さんのおかげだと。いやいや、全然ありがとうございます。何にも。ありがとうございます。あれ、これなんか澤さんの声が聞けなく、あ、聞けました。すいませんでした。ごめんなさい、喋ってないだけ。あ、すいませんでした。ごめんなさい。そうだったんですよ。なんか常に澤さんが喋ってるみたいな。ちょっと俺そういうの思っちゃっててごめんなさいですよ。僕がすごいちょっと本当すいません。なんか恥ずかしかった。いやいや、すいません。本当に澤さんの今切れてるんですかみたいな感じでしょ。すいませんでした。じゃあちょっと、はい、はい。とりあえず20ゲーム紹介していただいて、わかりました。その後、その後が大事な。すいませんでした。いきなり教官の方がいなくなっちゃったという感じで、ちょっと慌ててしまってごめんなさい、申し訳ない。すいませんでした。澤さんもね、澤さんのあの台があるのにすいません、いつもありがとうございます。すいません。すいません。私も追いかけます。すいませんでした。すいませんでした。はい、840ゲームです。わ、結構すげえすげえすわ、澤さん。はい、いや、やっぱすごい。液晶が938、まあ、最新部ではないですけど相当深いです。すごい頑張ります。いやチャンスゾーンなんです、まだ。いや、絶対通さないとダメ。いやー、これはもうちょっと通すしかないですね、澤さんは。もいや、本当に澤さんすげえ。あ、ロブさん、パラキチャレンジ。そこでフリーズすれば継続なんですけど。いいんですよね、なんか、はい、いやあれ、これはちょっとね、はい、これやばいんじゃないかっていう。 あ、終わっちゃった。早かった。うわ、これなんか やればよかったんですもんね。うわー、やっちゃった。244枚。よいしょ。あ、ようやくを引いた。うわー、スイカか。タイミング悪ー。あー、うーわー、おし、おタイミング最高。はいはい、総投資2万9000円ですね。超危なかった。おー、すごい。ちょっと澤さんの匠の技見せていただきますわ。ちょっとちょっとやめてください。やめてくださいよ。急に。よし、チャンスベル。おお、2連続レア役。すげえ。チャンスベルで合格上がっててくれたらいいんですけど、どうでしょう。ノブさん、一応その、あのバルブレイブ、はい、AT 終了後引き戻しの可能性が あるんですね、そういうのが。はい、ありまして、66ゲームまでにもしかしたら引き戻すかもしれません。わかりました。はい、急に来るんで。わかりました。急にブーンって来るんで。ありがとうございます。終わり。85ゲーム、84ゲームか。ほとんど駆け抜け状態でした。うわ、終わっちゃったんですね。はい。うわ、マジか。レア役は回数的には引けた方だとは思うんですけど、はい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 、全然全然ダメでした。いや、モードしさもきつ。お、いけそうですかね、ノブさん。あ、マジですか。チャンスアップが入ってますね。どうですかね。ちょっとここは行きました、よかった。よし。よし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 。チャンスゾーン早いですね。早いっすよね、なんか結構早い方だと思います。
早いっすよねって言ってみたものの、はい、早いです。何が早かったんだろうってちょっと思ったんですけど、早いんです。よし、データかけた。よしすごいです、データにめちゃくちゃ時間かかってこれも揃わないんですよ、きっと。だいぶ分かってきた。そんなことないですよ。いや、そうなんですけど、ね、そんなことないです。なんか諦め出して決まってたんですよ。いや、逆にさっきのムムさんの赤いカットインが珍しいので、はい、ああ、そういうレベルだったんですね。そうなんです。あ、ここから普通に揃うんですね。はい、揃えます。私は4枚目入れます。わーす、わーす。やっぱでもわーす、なんだろう、俺ちょっと思いました。やっぱ覚悟が違いますよね、スロット打ってる方っていうのはすごいなんか真のそういう勝負師みたいなのを感じますよ。なんかいや、パチンコぬるいなって気になってきましたもん。いやいや、それはまた違うと思いますけど、まあまあまあね、いろいろ違うところもあると思うんですけどでもやっぱすごいですよ。なんか、あ、そっか、沢さんっていう人間のそのあれなのかもしれないですね。そのいや、でもカラクリとかバルブレーブとか打ってる人はそういう感じの人が多いんじゃないですかね。あ、なんかもう勝負師みたいな。うん、まあそうですね、はい、なんか覚悟決めないとやっぱちょっとそうあまり手出さない方がいいかなっていう題ではあるんで。すごいです。なんかムムさんは、はい、北斗とか打ったら方がいいと思うんです。あれですよね。わかります、はい、なんか荒井騎士打てっていう指令が はいはい、なかったら北斗とか打った方がいい。はいはいはい、北斗はね、なんかわかるんですよ、なんか演出が。確かに演出は弱いけどチャンスアップとか入るかな。あ、入りましたね。はい、はい、210ゲーム、液晶246ゲームですね。よし、100% で通す。すげえ、なんか当たったんですね。チャンスゾーンが当たりました。よし、連絡引きたい。ここでよし、よしよし、 100% です。チャンスゾーンだけは得意なんで。はい、追加投資3本で全部で3万2000円投資です。はい、行きましょう。2回目のエティ最悪だ。うわー、あと2ゲーム、早ければ最低、最低だ。こんなゲーム数で終わるの。はい、駆け抜け。もうちょっと早ければね、セット数もらえたんですけど。あー、熱い熱い熱いよ。どっちだ、引いてんのか本当に。うわ、まずい、外すかも。あら、よかった、チャンス目だった。はあ、引きました。すげえ、もう引いたんすね。うわ、本当だ。戻しました、引き戻しました。すごい、よかった、普通にレアク引いてましたね。おお、しょ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 し、どうだどうだ。あ、でも押してるな。いや、でもですね、はい。ダメでした。これでもさ、待って待って、ちょっと待って、41ゲームでしょ。41ゲームで多分まだ降格中ですね、内部的に。通常画面戻ってるけど多分降格中のはずよ。だから多分今のチェリーで 40% はあるはずよ。ない、なかった。エア役引いてるんだけどな。劇場ジャッジがちょっと遠いですね。
りました。またほぼ駆け抜け。はい、108ゲーム387枚全然ダメ。劇場ジャッジが来ません。はあ、2連続引き戻しはなし。勝る、厳しい。あ、やべ、なんだ、ごめんなさい、ちょっとなんかおっしゃってた、ごめんなさい、すいません、ちょっと、やばい、ごめんなさい、違う、僕何もやってないです、すいません、開けたんすか、違う、開けたんじゃないです、僕何かをやろうとしたわけじゃないです、不正はしてないです、大丈夫です、オープンで、あー、これ熱いやつだ、おー、また行ったんですね、はい、これも、これは覚えました、澤さんから、101人会議みたいなやつ。そうでございます、はい、あ、なんかすっげー期待度高いやつ来ました。さすがに大丈夫でしょこれ。それすっごい外れるんですよ。ちょっと そんなもんなんですか。すっごい外れるんです。そんなもんなんですか。でもあの101人評議会経由なんで大丈夫です。あ、なるほど、なるほど、よかったよかったです。普通に行くと全然外れる。あ、そういうあれだったんですね、はい。パチンコで当たりなしの時ってどうしてるんですかってすごい聞きたいんですけど、あります、あります、あのむしろパチンコの方がやっぱ何も起こらずに、そうですよね、実践時間が終わったりするんで、はい、はい、全然あります、あの何にもだからないですね。だから本当にカメラマンさんとずっと話してるみたいな感じの絵しかないですよね。もう喋るのは喋るんですか。喋ってますけどもずっとそうなんですよね。世間話とか、世間話とかずっとですね。もうそれが本当すごいなっていつも思うんですけど、いやだから本当それしかないんで、もう何にもないですよね。だこの間まさにだからそのジマーさんと俺でちょっとパチンコの企画 DVD でやったんですけど、はいはい、2人とも1回も当たらず終わりまして、あのどうするんですか。あの尺が60って言われてたんですけど、で、あの DVD のできた時の見たら、はい、尺が30になってて、いやでも30、そりゃそうだよ、30にもなってきたのが、そうそうそう逆にそうそうなんですよね。当たりなしで30ってことは、そうやばかったですね。あの一応なんか新人を紹介するみたいなやつだったんで、なんかその新人さんの話とかでつないだと思うんですけど、はい、はい、でもあの尺が半分になってたのを見てちょっと、はい、やってしまったなと思って、とても申し訳なかったの。いやでもしょうがないですもんね。いやしょうがないです、やっぱりどうにもできないですもんね。そうです、やっぱジマーさんからちょっと私とブムさんが、ね、会うといつもこうなるよねみたいな話でなんかそ寂しい話になっちゃったっていう、ね、あ、そういうキャラクターなんですね、はい、になっちゃった感じですかね。なんかパチンコのそのカスタムとかって、はいはいはい、あれってやらないと逆になんでやんねんだよみたいになるんですか。やっぱりその今そういうクレームというか、いやお声がはないと思うんですけど、はい、もちろんカスタムしない人もいらっしゃいますし、はいはい、全然自由だと思うんですけど、はい、でもやっぱりカスタムしてた方がなんだろう、自分も分かりやすいっていうか、なんかちょっと何か変化が起きたらこれ当たるかなんか盛り上がるなみたいな感じで分かるんで、期待度とかも、そうですね、で、あと今あれなんですね、カスタムしなくてももう何も起こんないんですよね。あ、そうなんですか。逆にしなくともしなくても何も起こらないレベルなんで、やっぱカスタムしてなんぼみたいなところがちょっとありますよね。昔って一時期なんだろう、賑やかな感じだったと思うんですよ、はい、パチンコってなんか、はい、いろんなもうド派手ななんか演出が来て当たらないのかいみたいな感じだったと思うんですけど、そうですよね、はい、そんなことないんですね。もうおとなしいですよ、もう本当にだってもうね、それこそリゼロなんて先読み来なかったら、そうですそうです、本当にみたいなとこありますよね。リーチもかからないし、そうですよね、そうスーパーリーチか、はい、かからないし、あ、いけたいけると思わなかったいけました。スポットライトとかはね、なんかちょこちょこ出てたんですけど、492ゲームの実ゲーム数306ですね。いやでも澤さんコンスタントにこう当たってるまだ当たってないです。あ、まだなんですね、まだチャンスです。こんなもんじゃないとなるほど、
あ、よし一発でいけ。じゃあ沢さんの景気づけるためにちょっと俺は5枚目入れておきます。よし、いやいや、こっからでしょ。よし、マジっすか。ここからスタートですよ。投資2本ですかね、はい、3万4000円ですね、総投資。さあ3度目ですかね、AT、はい、頑張ります。ちょっと劇場ジャッジがまだゼロなので、とりあえず1回早めに入れておきたいですけどね、遠いんですよね。よし、部屋役一発目。あ、強チリ、強チリ欲しいとは思っていたけど降格中ではございません。お、いいね。あれ、もう一回演出来ないんだ。あ、でもカピタン、よしよし、大丈夫じゃない、行ったんじゃない、どう、大丈夫でしょ。 OK、 はい、劇場ジャッジ本日1回目絶対取ります。お願いよ。あ、何も引いてない、うわ最悪。うわ、なんかやれない日。あー、リーマイ1ゲーム遅いんだよ、リプレイ。よしよし。はい、チャンス目、降格中チャンス目です。劇場ジャッジ確定してます。え、もしかして上位ラッシュに行く。あ、全然です。あ、まだ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 、もう遠すぎて、そんな、いや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 、まだまだです。はい、リプレイ一発、もう一発最後に引いておこう、頼む。うー、最悪、もうムムさん、どけてー。助けてー。助けられるもんならね、助けたいですけどね、下手すぎて困るんですけども、どうしたらいいですか、これもう、やだー。2連続失敗、少なくとも200枚は損しました。うわー、何やってるんですか、私たち。本当ですよね、マジで何もやれてないですよ。本当にこれは来ちゃいましたね、来ちゃいましたね。何をやってるんですか。本当っすよ、ちょっと俺もなんて、これよくわかんないけど、なんか当たったんだな。あ、いけました多分当たってんな、これ。よし、763ゲーム、4万3000個。頑張ってください。いや、頑張ります。キューマですか。あ、キューマ、キューマっていう人でした。リプレイ、リプレイで OK。 リプレイ、いや、30% です。リプレイ引いたら 30%。 あ、なるほど、聞けない。もちろん他の役でもいいんですけど。なるほど、全役抽選なんで。よし、そうですね。いや、ちょっとなんか変なループに入ってしまってますね、これ。チャンスゾーンのキャラクターが結構厳しめが選ばれてるから、
っていうのが。いや本当ですよ。あ、当たる。よし。いいですか。お、よし、じゃあちょっと澤田さん、僕急用思い出したんでちょっと出かけてきます。すいません。帰らないでください、ね。はい、わかりました。帰らないです。はい、もうちょっと急用。はい、36ゲームです。いやこれな、さっきの劇場ジャッジ2個取れてたら続きからだったかもしれないのにな。よし、チャンスゾーン今3分の3で当たってますんで、はい、次も当てます。はい、リプレイです。おリプレイじゃなかったチャンス目でした。今日チェリーチャンス目はね AT 確定ですので引きますね、ちゃんとね、しっかり。ただ AT 入ったらっていうねAT 入ってからが問題なのよ。よし、これ熱いんじゃない。どっちかな、スイカ3桁かチャンス目か、どっちかですね。演出がまだない、まだない、第2停止でもない。うわー、そっちか、チャンス目だった。おー、でも100だった。これは取れてませんな。あ、2ゲーム完結だけど、どう？よし、取れてた。最高。100もらって、しかも劇場ジャッジまで絶対お願いします。私頑張って。あー、ダメ、全然ダメ。なんか引こう、なんか引こう、とりあえずなんか引こう。よし、リプレイ引いた。本当は次で引きたい。もうこれベル角だからさ、右ファーストはさ、勘弁してよ。もうこれ多分継続してましたよね、さっきの AT 3回いけたんじゃないですかね。逆言ってたらこれ運命の一撃取れてましたよ。最悪、もつらー。いやでもさっきちょっとタバコ吸いながら話してたんですけど、聞こえてましたよ。あ、聞こえてました。めっちゃ私めっちゃ恥ずかしいです。めっちゃ褒められてると思って、めっちゃ恥ずかしいんですけど、ちょっと、いやでも本当すごいっすわ。ちょっといや僕もう肩パンパンっすよ。だってもう本当ですか。多分明日も肩上がんないっすね。ちょっと僕もう何年ぶりかにこんな腕を動かしてましたね、ちょっと。まあでもそうですよね、久々にパチスロ打ったら絶対肩こりますよね。ちょっと無理っすね、ちょっと。そうですよね、パチンコがいかに動かさないのかとか分かってきました。なんかサンさんすごいんですね、本当。いやでも私今めちゃくちゃトイレ我慢してますから、ね、いや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 めちゃくちゃトイレ行きたいです。マジですげー、僕ありがたいいやもうそんな褒められるようなタイプじゃないんでやめてもらっていいですか。急にあれですけど本当にすごいな。いや全然、俺甘かったなっていうのがすごい分かってきましたやめてください、本当にやめてください。勝手に打ってるだけなんで。いや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 、勝手に好きで打ってるだけなんで。いろいろ甘かったっすわ俺。本当にやめてください。すごい人なんだな、はい、4回目なんです。いや行きましょう。3回も失敗してるんです。行くしかないですね。ちょっともう本当に、リプレイ1回引いた。今日は4ゲーム目に1回、あー2回引いてる。 40% 2回引いてるよ。 OK 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 OK、 やっと取れた。すごい、しかも残り0枚だったんで危なかったですね。降格中のチャンスベルを最後に滑り込ませました。危なかった。よし、本日初めて劇場ジャッジ通りました。でも全然
まだまだあと2回通さないといけない。あー、私も終わりますねこれ。いえ、なんもなかった。いやなんもなかった。激闘マッチ1回だけ。はい、667枚続きます。あ、モードしさ終わってる。このカットインがどうなんだ。おっと、なんだこれ、まあ引いたんじゃないですか。そんなことないんですか。僕、これさすがにイエスでしょ。もう、はい、イエスだった。 OK、 よし。何回目これ。もうめちゃくちゃいってんの。48,907回、5000円追加投資。さすがに終わらす。ここで そろそろ僕も限界が達してきたんで、ここでビ倒しします。いや、マジか。なるほどね。もう、あ、これは何ですかこれ。おお、こんなの絶対押したら何か起こるやつでしょこれ。出てるし、こんな当たるでしょこんなの。こんなの当たるわ。もうおめでとうございます。ありがとうございます。うわー、ちょっと914、これであれですね、はい、腹切り入れて、なんかやれば OK。 よし、 OK、 行こう。あ、1カップ。おお、なんか7が揃った。 OK、 結構枚数もらえる方の。あ、枚数もらえるやつですね、はい、よ、そっちちょっと嬉しいです。よし、分母に666って書いてあるじゃないですか。はい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 、そこまで到達できれば、はいはい、AT です。ラッシュ。おー、マジっすか、わ、はい、かりました。なんか来た。はい、当てクイズ三択。三択ではないです。あ、三択じゃないですか、はい、違う、レア役です。僕がどっか当てれば何かっていうわけじゃないです。レア役なんで。レア役、あ、本当だ、なんかレアでしたわ。お、行かなかった。レア役とか今みたいに引くと、はいはい、そのホールドって言って、なんかそのゲーム数が減算されない状態でベルナビもらえる状態になったりするんですけど、全くなかったですよね。ないですね。なかったですね。ちょっと、まあ、ジャックチェリーだったんでね。あの、強チェリーだったら必ず、あ、はい、そのチェリーにも種類があったということなんですね。なるほど。強チェリーででも逆に入らなかったらもう激安状態で、うわ、逆に、はい、もうラッシュ確定になります。わわわわわ、ホールド来た。よし、これだ。なんだこれ。ちょっと文字が被っちゃってますね。3、2、はい、OK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 。 なー、最低2回もらえます。そういうことなんですね、はい、それもキャラによってなんですけど。あー、違うんですね、はい、あ、本当だ、終わっちゃった。うわ、来た、ちゃん、ワンチャン。それでももう一個ホールド取ってて、やっちゃったこれ。なんかわかんない役が、チャンス目ですね。チャンス目だったんですね、はい、なるほど。ここでもう一個来ないか。いやー、終わっちゃった。よし、で、これで何これ、これ予約引けたら OK ってことですね。 OK なんですけど、うわー、はい、ダメでした。412枚。あー、でもだいぶ戻ってきた。本当ですか。あ、そんなことないか。そんなことないですよ。そんなことないですね。もっとまだまだ。そうでしたね。足りないです。全然足りないですね。足りません。まだ足りないですね。ふむさんには、そうでした、超革命の勢いを味わっていただきたい。そうです。それちょっとね、やっぱりちょっとやりたいですね、今日。なんとこ面白くないですよね。いや、いや、面白いですね。
でももっともっと面白いことがこの後あるっていうことですよね、それ聞けば。そうですね、そういうことですよね、はい、絶対面白くないですよね今。いやまあ確かにあれですよね、これで面白いって言ったらお前おかしいだろうって話になりますもんね。なんでお金入れてるだけで面白いやっていう話になりますもんね。確かにその上位 AT っていうのに、はい、とりあえず入れないとっていう、入れてからの話ですよね。そうなんですよね、わかりますよ。よし、そうなんですよ、よし入れてほしい。入れますね。ちょっとカラクリは上位入れなくても割と、はいはいはい、あの出玉的にも出たりすることがあるんですけど、バルブレイブはあります、ね、そうなんですよ、そこ入れてからのっていう。そうなんです。なるほど。やっと来たかな、近づいている幕開チャンスが。はい、来ました。はい、通常時の幕開ですね。当てちゃおう。引け、ジャクチェリーでいいのよ、ジャクチェリーでチャンスベルでもいいんですよ。引いた、しかもチャンス目を引いた。演出ありました今。なんかめっちゃ久しぶりかもしれないこの通常字幕愛のレア役。ほぼ引けないですけどね私は。私は、はい、ということでゲーム数が300ゲームで液晶は446かなぐらいです。はい、です、追加投資ありません。たまにね、まあ、一応全役抽選なんでね、たまに何も引かずにおお当たったラッキーみたいなのはあるんですけど、本当にレア役は引けないのよね。よう引いた。終わりました。全然ダメ。はあ、全然だな、はあ、伸びないな。ああ、戻ししさ。そしてスポットライト。パネル消灯してる。え、お、こんなんでいけるの。え、青でしたよね。青でしかも一番弱いです。すご天国でした。ちょっとゲーム数進んじゃってますけど天国です。81ゲームの117ですね液晶は。ラッキー。よーし、あ、違った。んすげえ C だった。え、これどういうこと。100とこでいったってこと。じゃあ6枚目、はい、あ、よし、ふむさん6枚目のタイミングで私は AT に。すいません、なんかすいません、ここちょっとここじゃないなと思いながらすごい小声で6枚目って言ったんですけど、すいません、ごめんなさい、私は AT でした。すいませんが、すいませんです。白金のね、しそ画面は出てましたけど本当に AT がちょくるとは。あ、いけるかも。あ、初めてだ。初めて。35ゲームで終わった。多分大丈夫よね、出てくるよね、もう一個ね。はい2セット目よいしょ。これはあ、そうっすよね、だってベル、あ、共通ベル引いたんですか、はい、なんか、あ、おめでとうございます。俺も怪しいなってちょっと一瞬思ってたんですけど共通ベルは確定なんで。あ、そうなんですね、はい、間違ったらやばいなって言わなかったんですけど9枚以外の時は共通ベルは当たりです。へー、はい、これで、
俺は何をするんでしたっけ。これだ。よし。はい。はい。よし。おお、キョチェリー。お願い。お願いよ。この演出大好き。はい、大好き。2回目。よし。取った。劇場ジャッジ取りました。書き換え抽選ね、いらないんだ今は。いらないな、ジャクチェリーは。はい、行きましょう。よし、3枚ベル1回目。よし、リプレイも引いてる。頼むぞ。いや、よし、よしよしよし。リプレイ一角。よかった。一回目クリア。あ、キムさん頑張って。ここもなんか腹切りになるってこともあるんですか、たまに。はい、橋頭役っていう一番強い役を引かないといけないんですよ。引かないとダメなんですね。そうなんです。じゃあこの人か。あー、ほんとだ、この人だ。いや、左でもいいのか。はい、うわー、いや、怖い。あー、終わった。いやー、ひどい。残念すぎた。あー、いやー、すいません、私は上乗せです。あ、いい。はい、終了です。はぁ、1回だけでしたね。劇場ジャッジ自体が1回しか来ずでした。デフォルト怖い。いや、伸びない、全く伸びません。惜しいとかもないですもんね。始まりそうな雰囲気が全くない。あれ、私も絶対いけないと思ってたやつがいけました、また。めっちゃ無で打ってました。天国だった、嬉しい。はい、84ゲーム、実ゲーム数88ですね。ラッキー。とりあえず1回引いてくれ。あー、公約がゼロ。公約ゼロです。ラストジャッジまで来ちゃいましたが、ここで引ければ何も問題ない。すごい、リプレイもベルもゼロだったんですけど、ラストで引きました。はい、しかも劇場ジャッジ取ってます。しゃ、はあ、1回はね成功確定、ラッキー。300とかないかな。たまには300ちょうだい。あー、200だった、ラッキー。200で十分です。いやー、レア役引けない。劇場ジャッジ付きのねスタートは本当にチャンスなんですけどね、これを本当に生かさないといけないんですよ。本当に頼む。100ゲーム目で初めてのレア役、やっと来たよ。上がってないか、上がってないっぽい、上がってない。
もう一回来た。うーわ最悪だスイカで上がってたらね劇場ジャッジ確定だったのに、もったいないよ、なんてことするんだよ。いやもったいなかったですね今のは。これで終了。はい、148ゲームの871枚始まらないですね、全然始まらない。劇場ジャッジ2回成功すらもないってことですもんね今ね。ですよね。やっと天国絡みの示唆。でも1500ですよね。いや俺は行きますよ、あの俺は上位 AT に入れますよこっから、はい、なんか申し訳なくなってしまう。いやなんかいや何言ってるんですか、僕は嬉しいですよパチスロー。でも僕多分打ってるパチスロー、あの沢さん最初言ってたじゃないですか、はい、バルブレイブじゃないよねって言ってたじゃないですか。え、何がですか？なんか、あの、なんすか、最初にその久しぶりに打つ台が、そうですね、その意味がやっと分かってきました。確かにそうなんですよね、初手バルブレイブはちょっとあれだなって、ハードルが高いな、高いですね、はい、いやもう本当この僕何でしたっけこれ、噛みつきステージ大好きですこれ。本当ですか、はい、これに行くとちょっと安心するんですよ。本当ですか、はい、なんかこれがだってなんかなんていうんですかね、そのスタートラインじゃないですか、なんかあちょっと違います、なんかなんですか、スタートラインを どことするかによりますけど。なるほどですね、なるほどですね、ちょっとそれ高度な話ですね、それスタートラインの設定の話になって、ね、僕ここがスタートラインですよ、ここ早いと思います、はいはい、スタートラインマジですか、俺ここで割と一喜一憂してたんですけど、なるほどこれはあれか、パチンコでいうとこの保留変化みたいな多分とこなのかもしれないですね、うん、なんかそうなんですかね、すごい初手の青保留ぐらいの、ね、青保留ぐらいの、いやとりあえずキューマが来た時のがっかり感は分かった。そうですか、お私はさっきよりキューマの方が好きですけど、本当ですか、本当ですか、はい、それちょっと待って、推しキャラとかじゃなくてですよね、じゃなくてですよね、あのチャンスゾーンはさっきよりキューマの方が、私はですけど、ね、おーっと僕も沢さん側につきます頼むキューマ、あキューマなんだなんだよこれ。澤さんってあれなんですか、その、はい、バルブレイブとか、まあ、そのカラクリサーカスでもいいんですけど、はい、結構な投資からまくったことってあるんですかやっぱり。いや、あると思いますけど言うて、どうですかね、なんかでも10万投資とかはあんまりないので、はい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 、実際そうですね、実際うーん、はい、そっ、まあ、6万7万は結構日常的というか、はい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 、そっからまくることは全然、あやっぱあるんですね、はい、全然あります。 なるほどありがとうございます。いやでも当てにしないでくださいね。いやいやでもなんかちょっとモチベを上げるための、はいはい、ありがとうございます。でもなんかあれなんですよね澤さん、僕あのこの下のなんか人生ゲームみたいなマスがあるじゃないですか、はいはい、あれで今赤いマスが600っていうんであるんで、はい、ちょっとそこまで頑張ろうかなと思ってるんですけど、はい、おいい感じじゃないですか、なんかちょっと演出が起こってますね今のあやっと来た、俺待ってましたこれをこのいや絶対突破してほしいチャンスゾーン、いやーおーっと知らない演出が発生してますよこれ、はい、なんだこれ、チャンスゾーンまではおーますが、あ先ばっかりなん僕そういうあれなんですかね、なんか先ばっかりですね、なんで先ばっかりなんですか、チャンスゾーン、よしこの6万9千の京都 V チャレンジを成功させます俺は、はい絶対、はい、絶対にいきます、
よし。よし、もう本当完全にビタで止まる。マジか。いやー。お。いや、これ真ん中止まるってなんか揃いそうな気がすごいするんですけど。あー、そっかー。わー、当たりです。これ当たったんす。はい、それ気持ちいいです。よーって、やした始まった。あー、よかったやりました、ようやく。そっから537回転ビッグ。はい、よし。ビッグビッグビッグではないならいいんですが。ああ、でも7だ。よかった。これで666いけば OK と。そうです。よし、いきます。一応決戦ボーナスより期待度も高いので、 AT につながる期待度も、ね。はい、ちなみにその革命ボーナスなんですけど、はいはい、入った時点でもう AT 確定パターンがあって、うわ、その場合はあの、はい、ホールドが1回も出てこないです。わ、はい、かりました。俺ホールド出さないです。わかりました。ホールドを出さなければ勝ちと。そうです、いった感じなんですね。そうです。よし、絶対出さないです。でも1回出しちゃったら絶対いっぱい来た方がいい。あ、そういうことですよね。そうなんです。しかも最後の方で来たりしたら。そうですよ、そうなんですよ。早く来いよみたいな。そうなんです。 OK です。よし、まだホールド来てません。あと20ゲーム、はい、これいけそうですよ。なんか、よしよし、耐えます。よし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 。あ、結構本当にいけるかもしれないですね。いけるますよ。僕のいよいよ引きがおかしなことになってきたかもしれない。これ一旦ちゃいます。これあと1ゲームでしょ。余裕。おー、いったマジか。すごすぎ、笑った。ちょっとやったー、やりました。やったやったわ、マジか。よしよし、ここで俺の引き輪が。ありがてえ。よし、いや、もうこれが最後のチャンスだと思うんで、ちょっとマジでなんとかします。いや、本当に伸ばしていただきたい。なんとかします。お願いします。僕が笑顔でちょっとパチスローをちょっと、はい、また打てるように。そうですね、はい、いきます。はい、じゃあこれで666ってことで、はい、そのなんかいったわけですね。 OK。これは、はい、まず20ゲーム、はい、はい、10ゲーム消化スイカ。よし、カラキリチャレンジ中、あのレア役引いたらもう継続なんで。あ、そういうことなんですね。はい、あと準備中もスイカ以外のレア役だったらあの継続しますので。わかりました、わかりました。うわー、ドキドキするあれに来たぞ。頑張ってください。はい、頑張ります。絶対頑張る、マジで頼む。6万9000投資いくしかないですね、ここは。はい、いや怖い、ダメだ。ちょっと待ってちょっと待って。よし、あかん、追い込まれた。いやー、しゃーない、しゃーない。いやー、でも夢は見ました。なんか、あー、いっぱいメダルもらえた。いやー、足りない足りないで、ボタン押したらなんかけーんみたいなとかないんですかね。ないんですよ、ないか。ないんですよ。ないですよね。ないか。ないけど一応引き戻しの可能性はありますよね。66ですよね。66マックスが、はい、66ですね。はい、じゃあちょっとそこまで、はい、頑張ります。いやー、一回もプチュンしないですね。そうですね、プチュンしなかったですね。だって3回プチュンなんですから、1回ぐらい来てもよかったですよね。いや、そうですね、正直。本当ですよね。よし、なんかスイカだと思う。おお、あ、引き戻した。なんか、あ、なんですかこれ。はい、引き戻しです。引き戻しちゃったんですね、はい、よしよかった。なんかピッピッ、あ、うわ、すげえ。いや、これちょっとスクショタイムっすね。これめちゃくちゃ写真撮りたけど、よし、 OK 押すんかいっていう押すのかいって33
ゲームよいしょ、ボーナス、よしよしよし。うわーすごい。え、じゃあ俺またなんですか、あのそのはい、あと2回クリアしてください。ちょっと待ってください、澤さん、はい、俺もしかしたら上位 AT のまだ道は残されてるってことでよろしいですか。もちろんもちろんもちろん。しかも一応70%ループと言われてますので、はいはいはい、継続があと2回でいいんですよ。あと2回ですよね、はい、もう3回って言われてたもんが2回でいいんですよね。そうですそうです。なんて楽なんですか本当に。すごい、ちょっとね俺いけそうな気がしてきましたよ。ちょっとできましたね、はい、パチスロット、そうですね、確かに面白い。確かにパチスロ面白いな、これ面白くなってきました。面白くなってきましたね。はい、面白いな、俺一旦水飲むか。いやー、マジここだな。あー、いきなり始まるんです。おーい、俺はどうした、これことなんですね。そうなんです、どこで来るかわかんないんで、あと1回でいいんですよね。はい、あと1回で大丈夫です。入り口まで、やっと玄関まで来ました。よし、よし、近いぞ、見えた玄関が。絶対、なんか絶対入らないような気がしてきました。プレッシャーが、はい、ここまでやってもらってなんか前から取られるとプレッシャーがかかります、はいはい、なんか申し訳ないです。多分入んないと終わるような気がする。さっきここで水飲んだらいけたんだよな。よし、あ、大事です大事です、はい、そういうの大事です。あ、ムムさん、ムムさん、スイカ以外を引いてください。スイカ以外、スイカでも当たる可能性ありますけど。あ、当たり、あー、なにこれ、すごいすごいすごい、京都、京都やっちゃったケースか。京都役、一番強い役引いてます。やっちゃった。いや、でもやっちゃってないですよ。いや、やってないですか。最高です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 。これ、僕、いいやつ入ったんですよね、きっと。はい、もう上位いて。よし、やっと。超革命。よかった。もう1ゲーム回すんですね。はい。で、ここ。ごめんなさい、なんか僕、こういう写真全然撮り慣れてないんです。はい。これででも俺仕事をしたって感じ。なんか、いや、もうあとはあの投資分を回収していただいて。そうだそうだ、ごめんなさい、はい、そうだって僕7万円も投資してたんですわ。そうですよ、そうでした、はい、よし、これ普通、あ、こうやってなるんですね。うわー、すっげー、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、私も頑張ります。そうですね、もう澤さんのちょっとダブルまんまいで、じゃあ、いや、はい、そうですね。うわー、外してしまった、外してしまった。5分の2天国。今日は初めてのチャンスゾーン失敗。まあでも6分の5成功してますからね、言うても。やべえ、なんか。頑張ってください。これそういうことで、あぶねえ。ムムさん結構早いですね、打つの。あ、いや、そうなんです。やはりドキしながら行く感じなんですね。いや、本当にこれ人によって違うんですけど、ね、はいはい、もうザラナって行く人もいるし、私はあの結構第一テストに行ってことですよね。ちょいちょいためながらやる、ムム、はいはい、さんめっちゃザラナって行くから、すっごい余計ドキドキする。危なっかしいやつですよ、本当に。いや、もう本当にでもそれはもう人それぞれ。なるほどですね、打ち方で好きなようにでいいんですけど、自由っていう。自由です、もう。ほえあ、ダメだ、やっぱ打っちゃうな、こうやって。自由です、自由です、こうやって打っちゃう。おお、今ちょっと驚きました。あー、これ毎回テンプチューンはやーべえな、これ。そうなんすよ、これは脳が焼けちゃいますね。そうなんですよ、もう何回も焼かれたり、これは焼かれますね、確かに。しかもなんかあのレインボーになったりとか、あとボタンが光ってたりとか、うわー、なんかそういう、違和感も。そうなんですよ、うわー、えぐい、それは。そうなんです、そういうパターンがあるんで、これはちょっとやばいですね、バリエーションがあるのは。そうなんですよ、うわー、よし、違和感、違和感なし。あ、なるほど、わー、なるほど、いや、俺、分かった。
沢さんの楽しみ方分かった。あ、そういうことなんですね。あれどういうことですか。あのボタンの押す数だったんですね、今の8とかなんか。あ、そうですそうですそうです、カウントダウンみたいな感じ。俺早く打たないと秒数がなくなると思ってなんかパパパパパって言ってたんですけど、やっと意味分かったやっと分かりました。あ、それは、あ、やべ、ペナ打ちしちゃいましたこれ大丈夫なんですよね、やってもなんか怒られないですよね。あ、あの枚数が減るだけで。よかったよかったですよかったです、はい、よかったです。腹切りドライブが見たいです。あ、そういうのがあるんですね、なんか。はい、ドライブ、ドライブが見たいです。よし、ドライブだ。あー、なるほど、毎回あれか。あ、あー、分かった、楽しみ方が分かった。うわー、まずい。あぶねーあぶねー。ドライブってどうやっていくんですか。この後の、あ、プチュンした後のレバーオンで、あ、なんかあるんですね。はい、あ、なるほど、告知されます。なるほどです。あー、やばいこれはやばい、頼む。おし、あぶねー、でここでドライブ、ドライブ頼むぞ。あ、行かなかったよいしょ。あかん、いや、なんで。よし、で、腹切り、腹切りドライブ。はい、はあ、いやー、はあ、今回は早かった。お、あ、なんか、なんか喋りが違いましたよし、お、あれ、なんか音がレアヤクソ。あ、レアヤクソこれ、キョウチェリーってやつじゃないですか。そうですあ、いきなりここでもお上手、すごい、これは、お、来た、な、これが、だ、あれなんですね。はい、これがハラキリドライブです。で、もなんかすごい上乗せするようなあれなんですね。50か100かみたいな。か、それ以上も全然あります。OK です。可能性はあります。よし。あ、あ、もう50の時はもう50です。あ、50ですよ。なんか僕、はい、あそこから上がるのかなと思って、上がらないです。すごい身構えてたんですけど。100いったら次のレバーをちょっとドキッとしますけど。なるほどなるほど、はい、50の時はもう100に上がることはないんですよ。そうなんですね。あ、なるほど、はい、そうなんです。あ、私は追加としてー、うわ、マジか、始まりました。いや、でも次天国だしなって一回チャンスゾーン外しただけでもきつい。よかった、危ない。はい、あ、短縮なしか。244ゲームですね。はい、では2連続外しは絶対やっちゃダメ。連チャンで外さないでよ、頼むよ。あーあーあーあああ、まずい。やっちゃった。次回天国だけど、次回天国です。大丈夫だけど、ダメだよね。2連続私はダメですよダメだすとか言ってダメですよ。あ、なるほど、そうですよね。なんか今ビキビキビキンって音が鳴ってたんだ。めちゃめちゃタイミングいいです。これはタイミングが良かったおい、早っ。あー、いよいよ
貧乏でしたね。あ、そうなんですか。あ、なんか想像してるってことなんですね。あ、すいません、なんかすいません、なんかあのエアアップで終わるみたいなこと言っちゃってごめんなさい。いや、私今たまたま反射してるのでレインボーが見えました。さすが、あ、本当だ、すごい。いや、マジか、まだ生き残ってる。結構ムムさんめっちゃ連チャンうまいですね。いや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 、すごい、私い本当に10連もできない。いや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 、絶対そんなことないですよ。いや、本当に連チャンできないんです。いやいやいや、僕あの澤さんの一撃9000枚というのがずっと頭の中に今残ってるんでそれを、あ、そういうこともありましたけど、はい、もうそれを今なぞってるんで本当に。いや本当にいや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 、やべ、穴が見えなくなってきた。よし、大丈夫だ。よし、やばい、あかん、穴が。あーバスロか、バスロ、どうしました。いや、いや、バスロ、バスロって結構体力使うんだなって今ちょっと思ったんですよ。いや、でもバルブレーブは疲れますよ。いや、なんかそうなんですよ、なんか疲れます。全身でやってるような気が精神的にもきますしね。はい、精神的にもきますし。83ゲームよし、いきます。いけ、レアク引け。うわ、あー、よかった、当たった、あぶねー。はい、3回目で取りました。あー、追加投資6本ですね。ぴったり4万円かな。2000枚回収、頑張ります。この後でもあれか、天国2分の1で天国。これ光ってたっけ。ああ、やっぱり。あ、プッシュボタンですか。はい、プッシュボタンが光った。あ、来た来た来た、なんかいっぱい乗ってくれ。あ、超えた、5周超えた、よし。で、あ、これで100、 OK、 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 よし。ここでレア役だったら激アツなんですけど素晴らしい。いやー、これはでかいっすね。これ回収できそうですかね。なんか僕なんだっけ、3000枚はいきますもんね今。そうです、2600枚なんで。じゃあもうほぼ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 回収、もう1、2回ドライブ引いたら全回収それはやばいっすね。それは全回収です。すごいストレート駆け抜け、レア役もゼロですひでえ、ひどいぞ。ああ、追加投資してこれはきつい。何のチャンスもなかったですね。次回か、次回、天国は天国なんですけど、次回だったら嬉しい次回かな。いやー、もういよいよですわ。え、なにー、すごい、なんか来た革命分岐。なんだこれ。いいっすね、成功すれば3桁です。とんでもないことが起きちゃったんですか。これ1で V、はい、V でいいですね。 V を狙ってください。 V、 V、 OK、 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 で、ここの2V1 ですね。はい、どっちでも大丈夫です。どっちでも大丈夫大丈夫どっちでもこっちからあ、どっちで、全てをかけるあ、レバーを叩けばいいんですね。はい、あ、いつものよし、いけ、200、俺も
まくりました。俺なまくったんですけど、まくりましたね。俺のヒットポイントがもうないです、あのもうもうパチスロってスポーツですね、本当マジすごい、いやマジですげえ。5枚目入ります。いやマジか、頼むよ澤さんになんかそう、あごめんなさい、俺澤さんの5枚目聞いたらご主人ナビをまた間違えました。ごめんなさい、いや俺が悪かったです、俺がなんかまたボケとしてしまいました、すみません。いやマジで澤さん本当に頼ます、もういやダメだ、いやこれ水飲むと続くっていうちょっとジンクスがあるんでずっとやってるんですけど実際続いてますもん、実際でもそのジンクスもいよいよここまでじゃないかっていうのがそろそろそうですね、レインボーなんかあったんですね、レインボーでした、レインボーだ、サマさんも言ってましたもんね今、なんで俺だけ気づいてないですか俺が打ってる人が一番なんで俺が分かってないっていう、ああこれ水飲まなかったからだ、あ関係なかった全然関係なかったっす、お上手、上乗せ、はあハープニングはあはい、あそうですか、あここかな、うわあーなんかダメっぽい、もういや楽しかったですでもありがとうございました嘘まだ行くんですね、すごい絶対行くと思いましたよ私はですか、僕お別れの挨拶をしてたんですけどいやーおー早い、いやーはい、おい、うわさすがに、あーいよいよそういう時が来た、いやーでも本当にめちゃくちゃすごいこと、すごい5312枚、いやおめでとうございます、ありがとうございます、すごいレンちゃんが、いやー本当になんか夢のような時間を過ごさせていただきましたありがとうございました本当に地獄からの天国、いや本当です、本当にいろいろ諦めてたんですけどまさか、あ、終わったんですね、あ、これで終わったんですね、うわぁ、うわぁ、うるさうるさったさあ、実践終了ということでございまして、はい、本当にありがとうございました、ありがとうございました、いや、本当に何ですか、そのパチスロー今日本当に僕、はい、8年、9年、10年、そのぐらいぶりに打ったんですけど、本当にいやー、サバさん、まあ、インちゃんのことやってるんだなっていうことですね僕、尊敬、あんなことやってます、尊敬しかないですね、はい、本当に、はい、いやいやいや、サバさんの結果からちょっと教えていただけますか、はい、本当に、はい、私は、カラクリサーカスで、はい、まあまあ、初当たりは引けたんですけど、そうそう、すごかったんですよね、全く伸びずにですね、上位 ATA の入り口もなくって感じで、投資が2346枚、はい、回収ゼロということでマイナス2346枚です、うわそうだったですねすいません、何にもできませんでした、いやいやいや、もう本当にいろいろ僕にご指導ご鞭撻いただいてですね成長することができたんで、じゃあとりあえずもう本当僕の成績から言うとですね、はい、投資が3174枚ということで結構使ってたんです、すごいですね、はい、でメダルの出たの方のがですね5254枚ということでございまして、ね、プラス2080枚ということで、いや本当に7年とか8年とか9年とか10年ぶりのパチスロでですね本当こんなに出るなんていうことは夢にも思わなくてですね、本当に澤さん
のおかげだなっていうやっぱり思いました。私は何もあのムムさんがめちゃめちゃお上手だったんで。いや本当にすごい。レンちゃんもお上手で。いや僕あのサウさんのあの最後のその通常時に戻っても引き戻しがあるっていうあの言葉がですね、はい、すごく自信になってですね。そうですか。本当にあのあれで弾けたようなもんなんです。よかったです。ありがとうございました。いや、はい、おめでとうございます。はい、はい、本当僕今後もパチスロを本当にちょっと打ってもいいかなってなんか思っちゃったりしちゃったりしますね本当に。ぜひ、はい、あの私が打ってたからくりも今日はやれなかったんですけどめちゃめちゃ面白いので本当すごい、はい、もうめちゃくちゃ面白そうでしたもんね。なんかぜひ今度からくり打ってみてください。そうですね、はい、でも投資が結構かかるから。いやそうなんですよ。あの無理言わせずっていう感じ。そう本当です。いや本当一時期本当にごめんなさいって気持ちになりました。私がもう本当に周りも結構やばいんじゃないかって。これはまずいって、まずいって思ったって。あいついくら持ってんだよって最初2万円しか持ってないって言ってなんかどんどん出してくるから。そうです本当は9枚持ってましてですね。本当に2枚かと思ってたんですけど、はい、7枚まで行ったんで本当に、はい、いやでも本当にありがとうございました。いやよかったですかって言って、はい、本当に何ですか。僕もこれから澤さんの出てる DVD とかですねいろんなちょっとメディアを要するに見て、はい、あの本当に勉強してですね本当にそんな私勉強できるような人じゃないで他の人のやつを見てください。いや、本当に今日本当に教えがある。だから本当に皆さんもパチスロ打つときは澤さんの DVD を見てください。はい違うと思います。本当に今回ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回ここまでということでさよなら。ありがとうございます。さよなら。ありがとうございました。